ギニアビサウ国内を流れるジェバ川。ジェバ川はギニアに源を発し、セネガルを通り、ギニアビサウで大西洋に達する西アフリカの川。全長はおよそ340マイルである。支流のコルフェ川がバファタでジェバ川に合流する。ジェバの町とバンバディンカを通った後、コルバル川と合流する、締めの先で川幅が広がって三角港となり。 川口部のビサウでは10マイルほどに達する。三角港はさらに広がり、川が大西洋に注ぐ先にはビジャゴ諸島が広がっている。ジェバ川はコルバル川とともにバファタ大地から水が流れ出す経路となっている。また、ファリム川やその支流とともにガブヘイヤからも水を集めている。この川は長い間にわたって内陸部へとつながる重要な交易の経路であった。 2000トン級の船舶でも、およそ90マイル程度は、速攻が可能であるし、船底が浅い船であれば、さらに上流へ向かうことも可能である。ギニアビサウに伝わる伝承によると、ジェバカワは1446年にヌーノトリスタンによって速攻されていたと言われている。ビサウの市街地には、 トリスタンを記念した銅像が建てられており、彼がこの地域を発見したことを記念して1991年には、その名を刻んだ銀貨が鋳造された。ジェバカワは歴史的な交易路であり、特にビサウとバタファの間の連絡は重要であったが、ポルトガルによる植民地支配に抵抗した原住民たちは、しばしばこの区間の高校を妨害した。 19世紀末から激化した抵抗運動を鎮圧するため、1907年からポルトガルによる本格的な軍事介入が始まり、ジェバ川に沿って多くの戦闘が行われた。1974年まで続いたポルトガルの植民地戦争の間にも、この川は多数の軍事作戦の場所となった。ありがとうございます。